サファイア、サファイア、サファイア、または、青い玉、生玉は、コランダム、ロ、酸化アルミニウムの変種で、ダイヤモンドに次ぐー度の、赤色以外の色の宝石。9月の誕生石。語源は、青色を意味する、ラテン語の、サファイラス、サッピルス、ギリシャ語の、サファイロス、サピロスに由来する。サファイアは、コランダムのうち宝石としての価値があり、かつ、 色が赤でないものを言う。不純物の違いで脳赤色を定するものは、ルビー、不純物、クロムとなる。正玉、青い玉という和名があるように、一般に濃紺あるいは、青紫色をしたもの、不純物、鉄、チタンと考えられているが、脳赤色以外のあらゆる色、例えば黄色や茶色、薄紅色などのものもサファイアである。 工業的に生産される単結晶コランダムもサファイアと呼ばれる。この場合、サファイアガラスなどと呼ばれることがあるが、サファイアは結晶質であるため、本来の意味のガラスではない。ミッドナイトブルーサファイアと称されて流通しているサファイアがあるが、これはインクブルーサファイアの色合いを呼びかえたものである。ルビーの脳赤色やサファイアのメインカラーである濃紺青紫色以外のものは、 ファンシーカラーサファイアと呼ばれる。ファンシーカラーサファイアの中でも、ピンクがかったオレンジ色をしたものを特に、パパラチア、パドパレット社、レンの花のつぼみの色の意と呼ぶ。中には、光を当てて眺めた時に6畳の光を生ずるものがある。これは、スターサファイアと呼ばれ、珍重される、スター効果。これは、サファイアの中に春状のインクルージョン。 多くの場合は二酸化チタンであるルチルが含まれ、単一光源の下で緑放射の星型の輝きを生じるためである。スターサファイアの価値はカラットだけでなく、地色の美しさや星型の輝きの強さなどにもよる。また、アレキサンドライトのように光源によって色が変わるものもあり、カラーチェンジサファイア、ただしアレキサンドライトほどのカラーチェンジはないと呼ばれ、 こちらも希少価値がある。近年ではスリランカ産の牛だと呼ばれる色や透明度の低いサファイアが加熱処理され色鮮やかなサファイアとして販売もされている加熱処理自体は昔からある処理なので問題はない。サファイアは東洋から古代のヨーロッパに伝わったトライアヌステーローマの時代以降にはインドとの交易が盛んになり サファイアについての信仰も中世にかけて広まった。インドではもともとヒンズー教徒の間でサファイアは不幸をもたらす不吉な石とされていた。しかし、インドの仏教徒の間では異なり、宝石の中でも特に尊重された。キリスト教では中世から司教の助人の印としてサファイアなどをつけた指輪が与えられ、人差し指にはめるなら足があった。マルボルスの 宝石史では、サファイアが、指輪の宝石にふさわしいとされているのも、この繁栄だと見られる。主に、太陽国、ミャンマー、カシミール地方、スリランカ、マダガスカル、オーストラリア、中国、カンボジアなどで採掘される。産地により色の濃淡が異なり、色の良し悪しにより、価値が上下する。カシミール産のブルーサファイアは、コーンフラワーブルーと呼ばれる。また、 ミャンマー産の深い青色のサファイアは、ロイヤルブルーと呼ばれ、どちらの産地も市場での評価が高い。現在日本の鑑別書では、ミャンマー産と確定した上で、一定の色でなければ、サファイアのカラーにロイヤルブルーと記載することができない。もともと、ロイヤルブルーカラー自体イギリスの王室が、ミンマー産サ,サファイアに与えた色のため、日本の鑑別業界はそれを守っているが、 海外での鑑別書では産地を不問とされ、一定以上の深い青であれば、ロイヤルブルーと記載される。そのため海外の鑑別書で、ロイヤルブルーカラーと記載された場合でも、産地は、ミャンマー産以外のサファイアであることが多々ある。宝飾品として市場に供給されている、ルビーサファイア等のコランダムは、そのほとんどが人為的な加熱処理、約摂氏500度から1。 摂氏600度によって鮮やかな色彩や内部的に汚れの少ない状態に変化させられものである。非加熱なのか、加熱処理されているかの判定方法としては、一般的な拡大検査による内部特徴の観察のほか、鉱石鉱物表面の粒子を高周波プラズマでイオン化し、質量を分析することによって、生成環境を知る方法、細く絞ったレーザー光線を操作し、 宝石鉱物内部の構造や欠陥を画像として捉える方法。宝石鉱物表面に赤外レーザーを照射した後の蒸発した大粒子の電気的変化に伴って放出される放射光線の波長を調べ、元素分析を行う方法。ラマン効果。物質に単色光を照射したとき、その散乱光のうちに物質ごとの特有な波長の光が含まれる現象を用して、 物質の動定や分子構造を解析する方法等々がある。人造の単結晶のコランダムは高い高度から腕時計の風防や軸受け、レコード針などに用いられる。また、絶縁性が良く、熱伝導率も良いため、半導体の基板、シリコンオンサファイア、シリコンオンサファイア、SOS として利用されることもある。無色透明なものが、サファイアクリスタルや、 サファイアガラスとして iPhone のカメラレンズの保護や iPhone の S 以降のタッチ ID 保護にも使われている。極低音まで冷やすと振動が少なくなる性質を利用して人工サファイア鏡は重力波望遠鏡、K グラかグラにも使われる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。